こんにちは。さあ、豊さん、はい、日本ハムにあの選手が戻ってきます。誰？清宮選手ですよ。忘れとったな。忘れないでくださいよ。っていうぐらい長かった。いや、長かったっていうより、日本ハムが頑張ったよね。いや、そうですよ。頑張ってる。そうなんです。二軍調整が続いていた、日本ハムの清宮幸太郎選手が13日、つまり今日ですね。今日の DeNA 戦で一軍復帰することが決まりました。ああ、よかったね。そうなんです、11日の阪神戦後に新庄監督がもう横浜戦から上げようと思うと、いうことをもう話していたと、で、10日のファームでのヤクルト戦で2打席連続ホームランを含む4打点と猛アピール、シュッとしてたね、ホームランもいいバットの乗せ方していた、打席の雰囲気見たいねというふうなことで決断に至ったと。一頃はさ、清宮ファームに行きました、ファームでも苦労してます、でも変わったな、今もう違いますよ。いや、もう見下ろしで行ってると思うよ。あ、そういうことか。だからすぐ結果を出せるようになってるっていう、これはやっぱりね、本物になってるっていう証拠だよ。本物になってきたっていう証拠、だからもう一軍に上げるのは当然だし、もう一軍の選手だよね、もう堂々たるね。ただ長かったですね、ちょっと脇腹、肉離れだからね、かかるんですね。俺も肋骨骨折だったけど、もう大丈夫。知らなかったの。え、いつですか？最近ですか？最近なんかこうやって草切ろうと思って、草を切ろうとしてちょっと踏み台に乗って、そしたらバーンって全部体重が乗った。ここにやった瞬間分かりました。痛いと思って、でこの支柱のとこ、こうチューブラになったの。危ない、痛い。そしたら女房がこうやってあれを押さえて起こしてくれたからよかったけど、向こう側に倒れてたら大事だった。そうです。で骨折してたんですか？もうほぼ治った。ギプスしてたんですか？いや、してない。これ日にち薬っつって。やだ、すごい。いや本当に。そんなで落ちるんですか？脇腹って時間がかかるんだよ。そうなんですね。でしかも清宮選手、今シーズン非常に状態がいいところで怪我となったのでっていうものありましたけれども、ここに来て帰ってきますよ。まあファーストやらすのかサードやらすのかね。まずそこですよね。で、怪我前にサードやってる時は、やっぱ動き方にも含めて、やっぱサードではないなっていう、苦しさを感じてた。今、加藤豪介がファーストやったりだとか、いろいろやってるけども、ファーストでいいのかなと思うけどね、俺はね。怪我明けなので、慣れているファーストでっていうところになってくるんですかね。となるとですよ、もちろん清宮選手が帰ってくるとなると誰かを外さなきゃいけない、交流戦なのでもちろん指名打者がいないとなると、今日からな、横浜スタジアムだから、じゃあ打順どうする、豊さん。打順は3番でしょ。ここはもう、3番ファースト清宮選手、4番万波でいいと。もう3、4は決まりですね。ひょっとしたら5に持ってくるかも。でもクリーンナップを打たすということは間違いないと。5っていうことですか。3か5。万波は4でいいんじゃない。ここのところそうですね、使ってますもんね。じゃあ加藤豪選手は2番でいい。ポジションはセカンドに。さあ、そうすると理想は1番松本剛だよ。それか加藤1番に持っていって松剛を2番にしたら、ジグザグは組める。なるほど。でマルティネス5番、当たってますよね今。そうだね。これはもうもちろん指名打者がないので捕手としてっていうことですよね。6番が困るんだよね。上川端がね、いまいちあんまり良くないんだよ。で野村ぐらいが打ってくれると楽なんだけどね。じゃ6番を野村選手 J、サードですよね。で上川端選手が7番に上川端選手、これセカンド、ショートですもんね。ライトが万波、レフト松郷を、センターですね。残りはセンターしかいないのか。そうなんです。俺たちのエゴシだね。じゃあキャッチャーマルチネスですよね。これで残り交流戦戦っていく。これ豊さん、さっき清宮選手を3番と5番で迷ってたじゃないですか、これはどうしてだったんですか？いや、万波4番で清宮の状態が良ければ5番、やっぱ万波を支えてほしいというね、で悪ければ3番でもいいかなっていう、そしたらマルティネスと変えればいいし、3と5を万波がやっぱ勝負強いし、まあ、それによってやっぱこう3番5番変えていいかなっていう、まあ牧を支える宮崎の5番とかさ、はい、最強だよ。そうですよね、清宮がそういう存在になるか、まあ、逆に清宮が4番に入って万波が支えるかっていうね、はい、まあそういうことでもいいし、でもいきなり4番は多分ないと思うんで、はい、3か5っていうところなんですね、だからまあ新庄監督のやり方を考えると2もあるなっていう、まあ、ただ清宮が帰ってくるともう一人やっぱ重量打線楽しみやな。そうですね、ただそのファームで結果は残してますけれども、さて1軍ってなった時にこう即発揮っていうことにはどうなんですかね。怪我明け、いやいや、まあそんなに遜色なくできると。で相手は DeNA です。だから左3枚来られるかもわかんないでしょ。今永がまあバウアーが入る予定だけども、ね、順当にいけば今永が石田東ってくるじゃない、そうなってくるとちょっと嫌だよな、はい、そうですね、まあでも左ピッチャーの方が逆に丁寧に打っていくからいいかもわからないし、はい、だからそういう意味ではどこと当たったってね、誰と当たったって打席には立つわけだから、はい、まあそこら辺の言い訳はしないと思うしね、うん、まあ誰でも来いやぐらいの感じじゃないとダメだよね。そうですよね。日本ハムももちろんこの交流戦で優勝を狙える位置にいますし、はい、まあお互いにね、はい、DeNA ももちろん、その中で清宮選手がやっぱり帰ってくるっていうことがチームにとってのプラス材料っていうにならなきゃいけないよね。はい、あ、いやなんだ変な時帰ってきちゃったなお前みたいなことにならないようにね、お荷物にね、長いスパンで考えるとやっぱ清宮っていうのはもう必要な選手になってるからね、はい、まあ帰ってくることはもうプラスだよ。いやだから去年今年ではすごく大きな成長しましたよね。じゃあ今は何してんだあいつ。今は俺気になっちゃったなお前。どこにいるんですか。最近インスタも上げなくなったよお前。だから落ち込んでんじゃないかなと思って。そうですよ。大丈夫か今が。今がこれ見たらお前連絡してこいよ。いや連絡しなかったら多分見てないっていうことだからな。いやもうちょっと気分も落ち込んでるのかなっていう。そうですよね、今川選手だってね、今こうみんな一生懸命頑張ってる、その輪に入って彼の明るさとか、はい、笑顔がまた明るくするから、うん、ね、今川早く戻ってこいよな。そうですよね、じゃないとその外野のポジションがもうねなくなっちゃう、まあ、そうですよ、本当にあの俺たちの江越選手が非常にハッスルして頑張ってるんで、違う俺たちの江越なんて俺一言も思ってない。ファンがね、ファンが俺たちの今川だから俺の今川です、ね、俺の今川だからなんかちょっと俺の今川っていうとなんかちょっと変な想像しちゃう。可愛くてしょうがないんだあの子、笑顔がいいんですよね、笑顔がいいしもう顔見たら飛んでくるしな挨拶が可愛いですよね、俺の今川だ。マンちゃんもそうなのよ、マンちゃんも可愛くてしょうがない、もう本当にね応援したくなるような笑顔で寄ってくるんだよ。もうだから日本ハムの選手ってそういう選手が多いですよね。俺何もしてないんだけどねまあ一応 OB だっていうことがあんのかな1年。いやでもまあ知らないと思うよ。ああまあ現役、そうですよね、多分まだ生まれてないでしょうしねきっと。そうか、いやそうですよそうですよ、生まれてないので、いやみんな笑顔で来てくれるんだよ。清宮選手もそうですか、やっぱりエスコン降りれるようになっていなくなっちゃってたから入れ替わりだったんですか。マンちゃんとか今川とか、はい、もうバンバン来てくれてて、はい歯むき出しになって今から言ってるだからさみたいな、可愛い早くてしょうがないんだよ。そうですよね、本当に。まあ本当にね日本ハムの選手たちは性格のいい子が多い、本当に多い。なんかチーム、そういうチームっぽいですもんね。そうそう、野村をボソボソしてる味そんな感じなんですか。頑張れよってはいってニコッとするんだけど、なんかすごくその時からプレッシャーを感じて、お前プレッシャー感じてるのかなとか思うぐらいのそんな感じだけどね。そうなんですね。だからねもう清宮選手は帰ってきたので豊さんこれからねエスコンで。ああでもねその前、はい、コロナ前は「あこんにちは」っつって、うん、まああの子もなんかすごく性格のいい子だから、はい、人がいいっていうかさ、あの育ちがねそうそう寄ってきてくれてね、うん、挨拶もしっかりできる子だし、だからすごく本当に好感を持てる子が多い。清水もそうだ。あ、そうなんですね。ちょっと待って、生まれ変わりでした。みんな同じですけど。今はこうだから。ちょっとなんかおかしい。いやいや。清水は郷土の後輩っていつも名前出してるから。そうですよ。頑張ります。いいじゃないですか。みんな噂がメジャーに行くって、うん、ね、噂は生かすなと、うん、お前の働くところがなくなっちゃう絶対足引っ張っとけ行かないでって言ってね、行かないで二個一だって言って、ああもうね、だから可愛い選手たちがいっぱいいるってことですもんね。本当にね、可愛い子たち多いよ。加藤だもボソーっとしてるんだよ、あいつ。え、加藤豪介選手ですか？違う違う違う。あ、ピッチャーの。ああ。ラオさん。おお。お前コントロールいいやなーとか言ってた。そんなことないですよ。そんなことあるじゃんかみたいな。そうですよ。そういうのでいろんな話をね、聞かせてくれたりだとか、もう本当に応援したくなるんだ。本当ね、一回ね、こう見てる人たち、ね、別のファンでもいいよ。ね、まあパ・リーグファンは難しいかもわからんけど、セ・リーグファンの方たち、ね、日本ハムもね、ちょっと見て。いや本当にね、いい子たちが多い。そうですよね。見ててもなんかこれはまあロッテも多いんだよ。あ、そうなんですね。ロッテも多い。まあ藤原とかもそう。へえ。どんな感じで寄ってくるんですか？いや、寄ってくるっていうか呼び止めたんだよ。あ、豊さんが？そしたらなんか村田コーチと一緒に3人で話したんだよ。ああ、いい子やなと思ってさ。角中なんか豊さん。来るけどね、ごっつい顔して大ベテランじゃないですか。ごっつい顔して、まあ何の話やね。清宮の話。そうなんですよ。清宮頑張ると。そう、ここからね、日本ハムが A クラス浮上には欠かせない選手なので、絶対にちょっと清宮選手の頑張りも見守っていきましょう。はい。